はい、愛知県蒲郡市でやっています新しい時代の生態、ありがとう生態です。まあ、25年やってきたんですけどもね、まあこの歴史をちょっとね遡って、まあ私が考えるね、生態、軸を作っていくっていう話なんですが、まずね大きな太い体の中に貫く軸、これをね重力に対する軸で、まあこの足のねこの右足左足っていうこの横の軸、まあ大きな軸、まあ少し小さな軸、そして今度は横をこう見てもらって背骨がねこう S 字カーブをしている、まあこの軸、でもう細かい軸でいくと、まあ、一つ一つの関節を、まあ、軸で動くという形、それと、まあ、さこうね、こうねじれる、まあ、でねじれていく軸のずれっていうのがあるんですけども、まあ、この軸を整えていくという生態を、まあ、ずっと、求めてやってきました。まずね、地に足がつかないというのは、太い軸、足の軸がちゃんとね地面としっかり乗ら地面にしっかり乗らない、地球の軸と合わせられない、これはちょっと、難しい話になるんですけども、左軸と右軸という軸があって、今右軸中心に動かないと軸がしっかりしない時代です。これは、数年前までは逆だったということで、そちらに乗せるような軸作りをしています。で、重大なのが、背骨の S 字カーブを逆に使うね、ここが首で言うと首が反って前に反ってて、これが軸なんだけども、これが逆反りになる、軸が崩れている、前側に軸が潰れている、これはスマホパソコンという問題ねがあります。あと心配だとかね、いろいろあるんですけども、まあその軸で、そして5、6年前に見つけたのがね、このちっちゃい軸のまあズレというか軸が使えない状態、関節と関節をつなぐ靭帯が緩んでしまっている、まあこれは出産だとか、麻酔だとか、あと、まあショックな出来事とかね、尻餅をつく、とかで、緩んでしまった、靭帯が小さな関節の軸を、まあ、狂わせるというか調和が取れないということで、まあ、それを調整しましょうということから、まあ、YouTube を始めたんで、そこに気づいたことで、YouTube で、まあ、発信していこう。結構ね、多くの人が靭帯が緩んでることに気づきました。で、ここでたどり着いたのが、まあ、そういった軸をね、しっかりさせていって、地球にもしっかりつながって、S 字カーブをしっかり作り直して、そうすると、まあ、細胞が潰れているものが膨らんで、まあ、これでいいのかなって思ったんですけども、この潰れて、軸を外した時に何を起こすかというと、まあ、例えば、関節の靭帯でいけば、靭帯が緩んでいるものを、関節が、ね、動きすぎてしまうと、まあ、靴の中を通っている血管や神経を痛めつけてしまう。それよりは筋肉でガチッとして固めて、守るということが、ね、起きるということに気づきました。で、もう一つは、内臓が潰れる、さっきの S 字カーブが逆になることで、まあ、内臓が潰れていくので、それを止めるために、S 字カーブが強くそれ以上いかないように、膝で頑張って止めてくれる。で、上半身が潰れてくると肘で頑張って止める、で、脳が潰れていくと顎で頑張って止める、で、中心軸が崩れていくと、まあ、目のこの辺りで頑張って止める、これは、まあ、緊張というか守るための緊張、鎧をつけて、その、軸が外れていくのをなんとかね保っている状態、で、軸をしっかり整えたら、まあ、これは勝手に外れる時代があったんだけども、今は、その、軸を作り直して、外れ、この守らなくてもいい状態を作ったところで、また脳にもう守らなくてもいいよという信号をね送り返すという技を、まあ、本当に令和5年今年ですね、今年発することがを成功しました。で、まあ、やっていくとですね、まあ、顎結構あるのよね、顎の緊張が守るための緊張が、まあ、食いしばりであったりね、歯ぎしりであったりするんだけども、まあ、顎を外していっても何かまだね崩すものが、あ、これもう目だな、ここで、まあ、本当に1ヶ月前に、まあ、気づいてはいたんだけども、修正方法を見つけました。つまり、
スマホ、パソコン、テレビ、明るい人工的な光を浴びた時に必ず人間はこう避ける、反射で避けるんですね。その避け方がいつも同じ方向になるということは、眼球がこう癖づいてしまう、眼球の動きに癖がついてしまって、その眼球とつながっている視神経が頭のど真ん中でこうクロスをしてしまっている。ですからいつも見るたんびに頭のど真ん中をねじるねじるねじる、そしてこの視点がねじれれば顎の使い方も当然ねじれるし、骨盤もねじれる、背骨もねじれる、全部ねじれてしまう。それを毎回毎日毎日ね、一生懸命やってしまう。で、まあ、この格好でまた S 字カーブをまた逆に使ってしまう。とにかく軸を崩す。で、崩すと、また守るための緊張が入ってくるということで、これだけ今皆さんが緊張して、呼吸が浅いだとかね、慢性疲労の状態というのは、僕が考えるのには軸が使えないために起こっている現象、でそれを、ま、あと軸を作り直して、それを守ってくれていた緊張を納得させて外してあげる。そしてこの目線の癖を知ることで、これまあ多分治らないと思うんですね。何年も皆さんすごい強い癖がついているので、ただ治らないけども意識して使わないと、いつも同じ方向に ねじっていってしまう。そしてその視神経のクロスしたところ、この同じねじりをいつも、ね、やると脳幹、人間の一番大事なところの脳幹も同じようにいつもね、この、ストレス緊張が 入ってしまう、もっと上の方のホルモン系にも関係、脳下垂体、視床下部、という脳を毎回同じ方向にねじっていってしまう、これがね、頭のど真ん中の軸を崩すということで、とにかく、体が、壊れていくというか調子が悪くなっていくのは軸を外して使うからだということで、足元からしっかり中心の軸を作り、左右差の軸をしっかり作り、そして横からの、ね、S 字カーブの軸を作り直して、そしてこの頭の、中心をねじる視線の、ね、癖を、逆にというか修正しながらね、体にを合わせていくという、そんな、とてつもないね、面倒くさくはあるけども、でも今の現代人、スマホ、パソコン、テレビを見ない人はまずいないので、ここまでね、直せるというか調整する、生態はね、まさに世界唯一だと、断言していいのではないかなというふうに思って、今ね、この田舎の生態史がね、ワクワクして、これどうしてもね、皆さんに広めたいっていうふうに思って、話をさせていただいています。そして、生態塾を作って、この、理論をね、学んでいただいて、今の現代人、スマホ社会に対応できるね、そんな整体師を育てたいと思っております。愛知県と東京でとりあえずやってますけどもね、そのうちに全国で開催したいなというふうに思っておりますので、この理論にね、賛同してくださる方、興味を持ってくださる方を、募集というかね、今は興味を持っていて、一応ありがとう整体という名前をね、覚えておいていただいて、また気づいたらぜひね、縁がつながりますようにということで、動画を、終わらせていただきます。ご視聴どうもありがとうございます。